するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。ランの3曲3本場開始です。皆さん手配を開けてください。白鳥さん止まりません。勢いがいいですね。ドラはウーピン、はい、親番の手、今回どうですか？うん、先ほどと同様安い仕掛けだったりはしていかないんですか？そうですね、やっぱ加点できるんだったら大きく加点したいとこですし、今回イーソーから切ったってことはちょっと守備の意識も半分ぐらい高めてってことですね。うん、なんかわかんないですけど、はい、なんか入り上は、うん、そのペイとか初から切るべきなのかなとは思うんですけど、やっぱりちょっと単野押し子が強くて動き始めました、遠い面、まあ、特に、はい、あのやっぱ下3人がより競りになったじゃないですか。そうですね、だからやっぱ2着取りたくて早上がりになるケースが多いんですよ、すごく、うん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 、しかもそれに対して怖くないですもんね、白鳥さん。全く怖くない今68,800 点ありますもんね。今神ゾーンですか？はい、このブクブク感今までいなかったで、ね、トンバの白鳥さん嘘みたい、うん、こんなに人って変わるんですね。取り戻したね、うん、何をですか？輝きを。キラトリヒョウですしね。来た、名前はキラキラしてます。そう、はい、あ、ごめんなさい、今回はこれちょっとね、はい、E1 なんですね。これあんまごめんなさい、今勢いで来ちゃったんですけど、あんま良くなかったですね、あの6ブロックというか、うん、あ、でもよく聞きますよね、うん、3ピンとパーピンの区別がつかなかったんですけど、基本は E ピン、リアンピンはやっぱ打つ一手だなと思います。今ちょっとペンちゃん外しですか、はい、周りのね、うん、あ、そこで、ね、あー、これですね、うん、よくなかったですね。ちょっと輝きがあって言ってる時にちょっと乱れたんで、心が乱れましたね、今ちょっとふわっとしちゃいました、すいませんご自身でおっしゃったんですけどね、うんうん、パーソーが、あ、カンパーソーですね、仕掛けて出てきたのはウーアン。あの、対面にこう打ってもいいよって感じで打つんですけど、はい、わざわざそれに当たりそうな牌を選んでいくことはしない。そうですね、まあ当たったら当たったで、まあ、いいまあ、まあいいかなって感じで、面で俺が先にやれるんだったら僕もらっちゃうよってことですか？もらっちゃいます、もらっちゃいます、そりゃもらっちゃう。なるほど、ドラウーピンで、はい、ね、ここが伸びてね、ロ、ね、どこまで伸びるんでしょうかね、展望もね、わかんないですから ね過去の最高持ち点ってどれくらいなんですか？え、僕のですか？はい、僕一発裏なしのルールで、一発裏なし、そう、なんかそんなに加点できなさそうなルール、はい、役満なしで11万何千点いったことあります。結構、結構すごくないですか？全チャンを続けまくったってことですか？そうっす、親でえぐいですね。えぐいでしょ。じゃあまだ足りないですか？来てるよ今、スムーズに来てて、結構周りももうね、うん、濃い牌打ち出してるんですけれども、シャトさん、ここまでのパターンでないぐらい珍しく、あ、サンソースーソースライドですかね。いや、スーソーがスライドってことはないと思うんで、待ちに関わってる可能性ありますか？一旦短期待ちとかに受けてて変えたっていうのありますね、うんうんうん、でもそしたらテンパイですね。え、変わった、嘘通りました。羽鳥さん、カンサンピンってリーチなんですか？カンサンピンはリーチ打ってもいいですよね、正直てか、チェイスをポンして、はい、カンサンピンの1500のテンパイ取るのが普通かなと思います。実際は下茶が打ってるチェイスですね、はい、うん、まあ、やっぱ得点を稼ぎたいんでね、ちっちゃい上がりよりは大きくいきたい。これまた選択ですね。リャンワンは打っ違いましたね。リャンワンですね。リャンワンは打っているけれども、はい、形は悪くないか、マンズ。そして場にね、そこまで切られてる範囲ではないですもんね。ただやっぱり6球層の信頼度が高いんで、チェイス落ちます。6球層は場に3枚見え。はい、自分の目からチーソーが4枚見えてるっていうのがね、あの信頼を高くしてる要因ですよね。うんうん、そうですね。
今回もね安い仕掛けはしていません。イーソン24、あ、本当ですね。シャトルさんおっしゃった通りでした。短期待ち。白赤トラ3900は4800、これで2着目が変わった状況になりましたね。さあでは皆さんの手配開けていただきましょう。神茶は統一手のイーシャンテン、下茶は別のイーシャンテン、かなりやっぱり上がりに向かってまっすぐでしたね皆さんね。そうですね、うん、やっぱりあのね酸素数層のね落としはあの両面両面とかがあったりとか両面カンちゃんってあってメンツができちゃって、うん、頭がなくなっちゃったっていうケースすごく多いと思うんで、的確でしたね、まあ、これは結構あのよく出る品質問題みたいな感じじゃないですか、うん、実際その通りでございました、はい、なんかその後ね延べ単とかになってるケースがあるんでありますもんね。例えばなんか3ピンが早くても1数ピンの延べ単だったりとか、うん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 、そういうのは当たったりするんですよね。いい街ですねそういう変化もね。なるほど分かりやすい。さあそしてこの後はオーラスになります。はい、はい、追撃があるのかどうか追撃がね、はい、自ら ね指名になるのか、はいはいはい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。